まあ、このようにストッキングを活用するということで、まあ、ほうきの柄や棒というもののね、先にストッキングを取り付けて、先を少し余らせて即席のはたきを作ります。はたき持ってない方多いんじゃないですか。私も持ってないですね。でもこれ簡単に作れるんですね。ストッキングを使って手が届かない高いところも、このストッキングの静電気によってホコリを吸い取ることができるんだそうです。あとあの電気の傘がね、すごくこうホコリが溜まってしまいがちかと思うんですけれども、そこのホコリを落とすのも便利ということですよ。ストッキングくださいっていうコメント来てるけれど、あの代用できるものが様々ありますよね。いらなくなったあのこうインナーですとか、あとはこう静電気が起きやすい素材のお洋服ですとか、うん、もしねお家に余っているものがあれば、使わないものがあればというお話ですね。わざわざね、そうね、そうね、ストッキング買わなくても大丈夫ですよ。代用できるものもね様々ありますので、まあ、そういったものも探すという時間もね作ってみても良いかもしれません。そして続いての箇所がこちら。はい、もうねいろんなコメントが来てますね。続いていきますよ皆さん。お次はこちらです。